はい、ミスターです。ね、今僕これ乗ってるの、現行のモンキーインジェクション 125cc ですね。カラーはね、バナナイエロー、おいでー、 ABS 付きですね。まあ、あのカークラフトカスタムで販売しようかなと思ってたんですけど、まあいろんな目に触れるっていうことで、まあまあとりあえず下ろしちゃおうかなって感じですね。それでも急遽欲しい方はミスターまでちょっと連絡ください。現在ね、走行距離65キロ、まあ7時運転がてらゆっくり走ってますんで、もうほんと無音ですね。ここで、はい、さあそれでは出発いたしました。結構やっぱあのこのポジションがすごく乗りやすいですね。うん、全然違うね。はい、なんかその 125cc っていうカテゴリーを今までちょっとあの避けてた部分があったんですけど、うん、ある意味バランスいいかも。ミニバイク特約の保険も使える上に燃費は良い、さらに100キロ近くまではすんなり出るという、ね、60キロ、馬体はちっちゃいんだけどシート高はある。そうですね、シート高は、はい、変わっとるわ。そうですね、音がないという、全くもう影さんの音がうーけど、ヘッドライトの明かりの 色質は一緒ですね。うん、LED ですね。そっちはイカリングだ。そうですね、イカしてる、イカしてる。何が残念って、まあ、みんな初めて初見の方とか見せるじゃないですか。いきなりやっぱこれモンキーじゃねえとか言われるんですよ、まずやっぱし。いやだけど、うん、だけどそれも僕分かっとるけどみたいな、あれですよ、やっぱでかすぎるなみたいな、うん、このちょっと批判的な意見をよく大きく含んで、これはなのでやっぱりせっかく買ったのにでけえとかなって、ちょっと寂しい気持ちにはなりますね。でけえのは分かってるんですよ、要は和田アキ子みたいなもん。そうですね。でけえのは全然いいんですよ、問題は押せこれはもう大きさの割に走る方。そうですね、けど本当に静かですよ。本当に静か。メーターが全然あれですね、こう昼間でも案外見れる、もっと見れんかと思ったけど、今のディスプレイすごいよな。そうですね、性能がやっぱ違うんですよね、はっきり見えるの。はい、あ、まあ強いて言うなら片手でも運転できますね。うん、けどやっぱ燃費がいいっていうのはいいですね。いいかね。はい、バグさんの Z どのぐらいでしたっけ。20ぐらい。20っすか。廃屋で20。うん、あ、小太さんから電話だ。電話、はい、もしもーし。あ、もしもーし。あ、お疲れ様です。今そっち向かってる。あ、今あれですよ、小太さん、あの桜淵です。桜淵まで今、あ、今ね、はい、向かってる、もう着いてる。いや、もうすぐです。こっちも、あの、そっち向かってるから。いや、桜淵。うん、桜淵ね。はい。公園でしょ？桜淵公園です。はい。あの、いつも。はいはいはい。はい、お願いします。OK、はい。はい、ミスターです。ね、今回これ、じゃーん。インプレ、行ってきますよ。新型モンキューの125ですね。で、今回のお供は、Z900R です。これも新車、現行の人気モデルですね。で、こちら小田さんのマローダ125、同じ125なんで縦型と横型のガチンコ勝負となります。けどね、インジェクションとキャブレターの違いがあるので、まあボディも違いますし、さあ今回のためはどうなることやら。天気は最高です。そうですね、僕はどこでもいいですけど、じゃあそこから先って言ったらもう本当ネバとかヒラヤとか、わかんない、イーダとか。あ、イーダはわかります。あのあれ食いたい、ローメン。なんすか、なんすか、なんかあるすか、そういうのが。ローメン、ローメン食い食すか。じゃあ飯田に、いや、わかんない。飯田って峰龍太のふるさとの飯田ですよね。なんとか村途中だ。はい、あ、そうか。あ、もうこのスーパーバランスが、うん、新車、本当にもうこのままビーっていけるっすもん。あ、ハンドリング、ハンド、あの重心移動だけで、いわゆる秀逸、ね、秀逸なハンドリング、はい、もうどやべえ、これ CD をはるかに超えとる。
運動性のいい、運動性のいいですね、やっぱサスが生きてる、うん、素晴らしい、ちょっとできる、わこれもできるもんこれちょっとやべえこけたらやべえっすよ。おミスターのバッグが白い、そうですね、気づきました、これホームウェアの新作、なるほど、僕の新作ですね、よく、オーダー待ってますんで、うん、あれだ、これ左っすか、左、あ、まっすぐっすか、どっちでもいいっすよ、あ、どっちでもまっすぐだと山道、左の方がでもいいのかな、左行きますか、はい、じゃ左、台風で崩れてたりとかの可能性が、そうですね、ありうますね、うん、モンキーで、モンキーって感じですね、うん、あ、キッキー、モンキッキー、はい、なんかなかなかリアのテールがすごいな、そうですね、うん、ユーロ、アメリカンユーロのテールがついてます、うん、かなりツーリングのというか走りの走りに徹することができる感じ、ね、長距離とかですね、あなのでもうボープナーする必要ないっすもん、うん、もう全然漏れないし、はい、このインカム買ってから初めてのこのツーリングじゃないですか、昼間のだね、ああ、はい、やったらいいっすね、あ、そうか、2人ともジェットだ、ファグさんの全然風切るような入らんすもんね、ポータさんのも入らんけど、うん、あ、川口さん、あれ川口さんもジェットで、今ジェットです、あ、マイクで今、はい、バイザーもなしな感じですか、そう、あ、じゃあやっぱりこう、もうマイク入らない、入らんってことですね、うん、やっぱ性能がいい、布っていうかあれくっつければ全然 OK ってことだね、はい、あそうだ、川口さんこの間あれ緑子行ってないですもんね、行、うん、ってないです、行ってないです、うんうんうん、あと USB と油温計をつけて僕これは OK ですね、うん、油温計か、油温計はいりますね、慣れるかな、そうですね、やっぱ把握しながら行きたいとこですね、うん、これ走行距離今分かります、分かる、さあそれでは納車してから、何ヶ月でどんだけ走ったんでしょうか、1月で もうめちゃくちゃ、あ今出てました、はい、6300キロ、1日何キロ走ってるんですか、もうやべえですね、もうあれですよ、第2の人生始めてくださいバイク見えて、あれもこれフレームナンバーのとこ錆びてきてるじゃないですか、え、マジですか、なんでびっちょびちょだもん、え、なんでこれ、川口さん、あれっす、あのマジックペンで油性のマジックで上からこうやってなぞっていた方がいいっすよ、はい、いや、ちょうど錆びが浮いて読みやすい読みやすいけど、ちょっとやばいっすよ、中日新聞、はい、もう買い取り価格が下がるっすよ、だって売らんもん、いや、だって僕が買い取るかもしれないあ、ついとる、これで、マジかよ、よくわからん、どぐれ、でこれヒルマンライトーンってもあれじゃないですか、効率的にどうなんですかね、大丈夫かよ、本当に60走る、これ嘘だな、あけど100キロ行ったもんで、川口さん先に老夫婦抜かしてください、いいよ、老夫婦ってそんなに老でもないんじゃないかな、マジっすか、俺からせや老に見えたっすけど、俺から見りゃやんないやー、北川口さんのそのワインディングが今見たっすよ、その倒しながらそのいつでも抜けれる感じやべえ、ずるい、ブラグ抜いとかねえか、おい遅かった、コーナー中のやえはきついっすね、これやれんかった
なんかミスターの背中が白いから、はい、まるでの救急車のお付きの人みたいな。マジっすか。白衣でね。わあ、素晴らしいですね。このやっぱ楽しいって思うこと自体がモンキーのコンセプトにぴったりですね。いいね、はい、このやっぱ新車で不安がないっていうのもいいですね。まあ、壊れてもメーカー保証あるからみたいな。今頼むとどんぐらい？あ、納期ですか、うん、見てって言ってました。あ何が恐ろしいって。先払いの未定。そっか。でどうなんですかね。それってでのライバル車っていうか他社では似たのっていうのは他社で似たのは多分ないんじゃないですか。あ、多分 KSR、 川崎の KSR ぐらいですかね。この排気量でちょっと本気モード出とるし、やそれ以外はないのか。もうスクーターじゃないですか。 PCX とかあの辺の思ったよりもラインナップどんどん減ってるしね。減ってます減ってます。もう、はい、あれがもう売ってないのみたいな。 あとはあのなんていうかあの GM の125とかああいう海外向けのやつとかじゃないですかね。国内向けはなかなかないのかもしれないですね。下手そう。うわ気持ちよさそうですね。うん、冷たそう。なんか川口さんはやけに後ろにおるけど大丈夫か。元気な考え事っすか。いや違うよ、撮影意識してる。ああ撮影意識してるっすか。はいはい。ああ。どうしよう。何これおおい。川口さんマジでいい音してるな。悔しいもん。ユユ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 ユあのちょっと馬力とか。そうですね、馬力というよりもやっぱマフラー音、マフラー開けた時にしっかりこの効力感があるような音、ね、あるとやっぱしこのバイブスが上がってくるですよね。だからちょいカスタムでもう十分なのかな。そうですね、とりあえずちょいカスタムですね。まあ、あとタイヤ、うん、タイヤのグリップはどう。それタイヤのグリップはあんまり信用してないですね。 TW ぐらいのノリで考えてます。ああでも実際のとこはどう、はい、実際、悪かないですね。あれか、はい、また見た。うわもう今の人バカ野郎。やっべああ跳ねた。びちゃびちゃじゃねえかよ。ナイスタイム。もう半袖寒いなこれ。もうちょっと寒いですね。俺上行ったら服着ようかなと思ってます。モンキーの T シャツを。川口さんもあれですよね、川崎の T シャツですもんね。うん、けどこれで新しいモンキーが2台ぐらいおったらこっぱずかしいっすね。けどまあ俺の ABS ついとるでいいやみたいな。今日お前ミーティングやっとったりして。あ、まあ、いきなりっすか。うん、ニューモンキーミーティングとかいいっすね。インチャウス山、うん、でいきなりボーアップのツインカムとか乗らせてくださいみたいな。ドバイですね多分。太田さんが繋がってないっすね。あ、やりだした。そうですね、バッテリー入れる。あ、そう、なんかいっぱい変なもん落ちとる。やばいですね。ここで僕たちは一時待っている必要があるけど。あ、営業中やってました。食券をお買い求めください。やってますね。食べよう。なんか食べますか。食べます。何か海苔の佃煮でもなんかありそうな。海苔の佃煮飲む、はい、さあメニュー見てます。あ、まあまああるっすね、種類。ある、はい、あ、いい。どうする何言ってますか。山菜そば。唐揚げの。そうっすね。取っちゃうんだな。うん。それでもね、背の出しの長い子あるでね。はい。
さっきあの今時の若い子なんかみんな高いですからね。じゃあ足が長いね。足もう病気なぐらい長いですよね。おかしいぐらいですもん。肌が下げてる。そうですね。あの昭和と違う、うん、違う時代です。あ、茶臼山の景色がいいところでちょっとモンキー一発動画行った、行ったかインタビュー動画。どこでですか？うん、だからあのちょっとインプレとかありますね。やっぱりロケーションいいところで。そうですね。語り進んでも、はい、ちょっと見通しのいいところがあれば寄りますね。ここちょっともうラフロードでも歩道がある。これ相当降ったんだね。これすごいですね、これは。あ、この辺雪が降れたばかりだ。もしかしたら何、あ、やばいよ。何これ。超低速走行。ちょっと待って、ここは一回覚悟がいる。もう端っこの方があれ。それでは、行く。うわ、すごい。橋の方がすごくない？逆に。うおー。いやだ、いきなり濡れた。止まる。やべえ、アトラクションだ。お風呂。ああ。もう。なんなのよ。速攻能力。おお。ジープはいいけど。いやいや、水をやめてくれ。おお。多分楽しそうに入ってくる。でもジャバーンっすよね。ジャバーン。うわー、派手にやってった。派手にやってきましたね。ああ、でも町の人だったらあれやんないと買った意味はない。そうですね。まさしくこれぐらいならちょうどいいアドベンチャーですからね。そうだね。はい。あれがあのあれですよ、あの黒缶のコース行くと引きつる。いや、そうだね。バシーとかもう。そうだね、下手すると廃車になる。廃車レベルになる。どう、平くなっちゃったのみたいな。そうだね。どっちがいいですか、太陽。でもあそこの右の方が良くない？あっちの角とか。ちょっと見れます？ん？ちょっと見れますか？あ、でも、巡航。あっちは？あっちだと外見えん。うん、見えんか。天空。いや、思ったのはさ、はい、この辺とかにな、この辺とかあの芝生のとことかに押してってどうかな。どこっす？そっか、よくないわ。もう外は見えない。見えない。そこの上っすか。で、隠れちゃう。言わねえっすかね。あ、それかまあそこでもいいんじゃない。そこで、うん、ただそこ。なんかレース場みたいな気がする。あーこうだやっとるな、これタイヤの跡すごいじゃん。これはやりますよね。向こうだってパイロンがない。お、なんか競技会やったのかよ。よいしょー。これどっちでしたっけ。これまっすぐ。まっすぐ。もうちょっと暖かくなってきたと思うんですけど、気温が少し。いや、まだ僕寒い。まだ寒いですか。僕も燃えてるんで。誰かが待ってる。いやいや、またまた。まあ待ってることはない。あ、明日の朝目覚めると一人だな。いつも一人。孤独な戦い。滑るな、おい。滑りますね、なんか乗るとあの小枝みたいな意外に滑りますね。つるつるコロコロっと1ミリ2ミリ滑ってますね。やばい、めっちゃ怖い。あ、ここにもある。あ、怖い。あれとかブラジャーにしか見えん。やべえ。あれ、今年はそれ新しいブラジャーっすか。ブラジャーっすか。やべ、笑っちゃった。あ
あれですね、それスポーツブラですか。そう。そう、危ない。危ない。男の子用。そうですね。男用のブラ、どこのやつですか。男子ブラ。男子ブラですか。でも一応これワコールのやつだから。天使の男子ブラですか。やべえですね。はい、じゃあお待たせいたしました。じゃあ小田さんどうぞ。はい。あ、そうだ。はい。あの電車の後走ってみる？電車の後なんかあります？飯田線の。飯田線の。電車の後線路、線路っすか？線路じゃない。並走した道ってことっすか？昔に線路があった、ね。あ、いいっすね。行ってみましょう。はい。じゃあ小田さん暑いわね。そこまでじゃね。一味が効いてるかと思った。あ、そうですね。おおほほ、ここやべ。道が分からなかったもん。ちょっと光が。ありますね、ポートさん。このこれもう少し、その辺でね、右行くとね、瀬古道で、あ、この P か。一応早く下れる道があるんですよ。瀬古道はここ、あ、路面濡れとる、怖い。よう行ったっすね、ポートさん。いやこれもう滑る、怖い。歌舞伎が最高。あ、歌舞伎がグリップするっすか。もうなんか、いい感じ。じゃあ、小田さんをちょっと追いかけるわ。それではね、前にいる小田さんを煽り立てたいと思います。キューブラ追っかける。ブラと天下カラーを追いかけますよ。逃げられない。もうここに出てくるだよね。水怖えや。ほんと怖えや。ズルズルなる。はい。あ、もうこれじゃスピード出せねえ。直線で差をつけられちゃうしまう。鳴らし運転なんで。軽トラが止まってたりとか怖いからね。 ありうるっすよね。ほんと、あ、ここやべえじゃん。しっかり減速したいけど下時点で滑るという。おお、すげえ、当たった。なんかグロム、いろいろメーターに時計とかもついとってずるかったっすね。うん、なんか仕様がね、はい、いろいろついてた。お、木で滑った。やばいっすよね。やべえ、この道単車にはきついっすね。ちょっと厳しいか。グリップしたらこける可能性が。台風とかのね、あとだから、ね、すごいっすね。やるかもしれない。あれ、あ、例が出た。いや、なんかこの工事で様子が違う。なんかが、あら、あ、後ろ車来とるじゃん。おい、来てますね。なんかびっくらこいたいの。もうちょっと早行こうか。やばいですよ、俺これ滑っちゃうっすよ。まあ、びっくらこいたー。なんか急に明るくなったな、あんたらね。青白の車ついてる。あいつ、どでけえポテトチップ作っとったでよ、今。あれが。
アホかあいつ、ビッグバックの4倍ぐらいのやつ、どでけえ欲しい、こんなのある。なんかあれですね、少しあのバイク自体がすごくあの調子が上がってきました、うん、あ、当たりが出てきた。そうですね、ニュートラルも入りやすくなったし、もう全然変なあれじゃないですね。ただシートはやっぱこれあの厚さが厚いとはいえ、やっぱお尻痛くなりますね。あ、なる、なります。ふわふわシートだしね。ですね。であと、あの楽なポジショニングを分かるようになりました。なんであのニーパッドっていうかタンクを挟むというよりもシートを挟む、なるほど、そんな感じだと思います。シートがでかいんで。なるほど、ね、はい。小田さん、そのバッグ何入ってるんですか。え、何この後ろの後ろのツインバッグ。ああ、こんなか。はい、うんと、ウィンドブレーカー。あ、マジっすか。ぐらいかな。あとロープとか。あ、ロープ、変態じゃないですか。こっちムチと、あとあの蝶々のメガネとバイブ、バイブローター。ちょっと滑車とかはないけどロープで超マニアックだよ。教科書と、教科書がロープでも本当まあまあの長さがあるから、まあまあ一通りいける感じ。高田さん、そのブラジャーどこで買ったんですか。このブラジャーは、いや、仕入れた。仕入れたんですか。仕入れて。マジっすか。うん、あの通販のサイズは、もうこれフリーサイズ。フリーサイズっすか。いや、ド M サイズ。まあ、調節付き。調節付きの付きの。いや、あの、アタッチメント付きで。アタッチメント。各種付きます。味は？味はないですか？味はないかな。ないですか。え、中ってスポーツブラー？ミスターは。僕ですか？中。チューブトップ。チューブトップ。チューブトップか。チューブトップですね。え、インナーとか何？全部？そうですね。わかんないです。じゃあ肩出せる。出せますね。ノースリーブ。なるほど。ファイヤー入っとる？はい。天使の。天使。天使の戦士の。変態だ。これノーカットだよね。ノーカットバージョンですよ。はい、なるほど。ノーカットで行っちゃったっすよ。向こう側やだ。あ、いや、おー、奥お待たせー。あーなんだこれ、走っとって。なんでこんな隅に飛べたの。こんにちは、これボロ丸けだけど、いい体験したわ。飯田線、あそこの線路は。入る？どういうこと？足軽は取れるよね。取れる？そう。だいぶ。どんぐらい？靴下脱がんといかんじゃん。もちろん。マジ？座れる？そこ。座れた？どんだけ深い？こんなもん。
なんか私飛び降りのダンスみたいな感じじゃないですか。ああ、そういうこと。あ、尻濡れるかもしれないです。こっちは大丈夫かな。